北海道からこんにちは、ポミーヒルフィアーです。ディズニーツムツム、今日もやっていきたいと思います。9月の5日になりました。私ですね、今日お仕事でしたので、ですね、夜なんですけどやっとねボックス開封の動画撮り始めました。ということで早速なんですけれども、こちらのベイマックスから出ました2種類のうち、ハニーレモンとフレットのうち、今ねフレットが先に手に入りましたので、フレットのノーアイテムの初見プレイやっていきたいと思います。フレットは画面下と右のツムをまとめて消すよっていうタイプ、まあ、効果範囲だけの表示になってるんで、単純にねレベルが上がると消去量が増えるだけだと思われます。下と右 L 字で消すのかな、それとも2段階なのかな、下消して右消してみたいな、ちょっとわかんないんですけども、はい、まだ全然見てないので、はい、早速やっていきたいと思います。いや、おそらくなんですけど下と右側っていうことはジャイロを使った方がいいんじゃないかなと思うんで、念のためジャイロ入れていきましょう。はい、で何も使わずね、はい、本来の実力、スキル1の実力を見ていきたいと思います。ほんで毎回ですね、初見プレイやってて申し訳ないんですけど、いつもね一番最初からやればいいのに、スキルの必要個数がね数えられてないんだよね、私ね、プレイ中になので今回は始まってすぐ、はい、数え始めたいと思います。じゃあ行きます、スタート。はい、オッケー、始まりました。5でしょ。一応ね傾けながらやっていきたいと思います。どんな感じか全く分かんないけどね、とりあえず傾けていきましょう。今のところ5個消してます。5でしょ。うわー、傾けすぎてんな。ちょっと待って、全然消せねえ。8、5を足して13です。13、4で12、あ、15だね、多分15ですね。いきます、スキル。おお、あー、そういう感じか。やっぱ1回なんだ。まあ下と横っていうか、ちょっと円形に近いね、なんかこう曲線な感じで消すんだね。なるほど。じゃこれはジャイロ使った方が良さそうな気するな。結構上の方まで消えてたように見えたんだけど、もう一回いきます。下からなぞって、あ、やっぱ上の方まで行ってるね。多分やっぱり画面の上の方、どこまで消えてるかはっきり分かんない部分ありますけれども、若干傾けた方がいいと思うな。結構上まで行ってるよね。うん、行ってるわ。あ、でもそんなに傾けなくていいわ。これは画面の一番上まで行ってなさそう、そんな感じするわ。これぐらいでいいと思う。あ、と言いつつももう終わっちゃうわ、ごめん全然できなかった。でもまあまあまあ雰囲気は分かったね。いや、でもさ、やっぱさ、ベイマックス好きとしてはとてもね、いいね、いいよ、本当にちょっとテンション上がったもん。フレット登場して火吹くの、ちょっと楽しかった。いいね。はい、ということで、全然なんか、検証だけで終わっちゃったんですけど、ちょっと一回真面目にやってみようかな。ちょっとジャイロあると やりにくいんで、マイク邪魔でいけないんで、ちょっとこのまま一回やってみようかな。ただ、全然上手くないんでね、期待はしないでいただきたい。でもさ、青いってちょっと見やすい気もするんだよな。なんとなく、そう思いませんか？うわー、やばい。OK、OK、OK。ウィー。18しか消えないのか。全然消えないな。いやー、これスキル上がったら強いかな。いや、そういう風には見えないな。申し訳ないが見えないな。今のところ見えないですよ。どれだけ増えるか。なんか、なんていうの、消去範囲、だいぶ太くなるのかな。太くなってもさ、下と右っていうぐらいだから、結局なんか細そうな気がするんだよな。太くなったらさ、下も右も関係ないと思うんだよね、正直。
OK。あ、そうだ、ボム巻き込むかだけちょっと見たいかな。ちょっと取っときますね、少し。はい。さあ、ボムは？あ、巻き込む。巻き子系でした。唯一の救いかもしれない。消去数が少ないとしたら、この巻き子系が唯一の救い。だから、一応、今月あるかな？スコアチャレンジやるとしたら、もしかしたら、ある程度ね、スキル育ってたら、フレットありかもしんないよね。そんな気するな。どうだろう、伸びるかな？ちょっと伸びしろがわかんないんですが、あー、全然伸びてかないな。あー、こんなもんか。コインも全然やっぱ稼げないね。1だと。はい、ということで、フレットね、こんな感じでしたんで、今ね、ボックス開封の動画同時進行中。はい、同じく同時進行で収録しておりますので、ちょっとね、もう一つ、ハニーレモンも今、手に入れてプレイしたいと思いますんで、一旦ここ、カットします。はい、ということで、早速ですね、ハニーレモンもゲットいたしましたので、ノーアイテムの初見プレイやっていきたいと思います。ハニーレモンは、なんかね、凍らせるタイプなんですけど、好きな場所をタップって書いてあるので、自分の好きなとこ消せるってことだよね。ちょっと気になるんですけど、強いのかな？エルサとやっぱ違うのかな？謎なんですけど。はい、OK、スタートしました。こちらもちょっと数えていきましょうか、数。8。まず8ですね。8。11。11の、14。お、軽い。14だ。いきますよ。おわ、めっちゃ強い。これ押せばいいの？あー、なるほど。うわー、狭。範囲狭い。狭いよ。あ、でもいいね。演出がいいわ。めちゃくちゃいい。OK, OK, OK. でも16いったね。そのタイミングっていうかさ、なんていうの、タップできるようになってからの、押すまでのこのタイムラグっていうか、一応秒数これ減るな、きっと。そんな気しない？ちょっと減ってんのかな？ちょっとだけ待ってみようか、次。ただちょっと、消すのが下手くそなんで、もう一回使わせて。もう一回いけるよね、さすがに。あと一回ぐらいはスキル使えると思うんだけど、ちょっと、お願い、消えて。よし。で、このまま放置していくと、やっぱ減るね。秒数減るわ。おー、でも17か。スキル1で17か。これさ、でも一箇所でさ、好きな場所って言っても、ど真ん中だよね、基本。選ぶ余地があんまりわかんないんだよな。謎だね。なるほど、こんな感じか。そっか、凍らせるのと割るのは自分のタイミングだから微妙だね。ダメだ、エルサには絶対かなわねえわ、この感じだと。エルサはさ、1回のスキルで何回も消せるじゃない、3回とか。だって1回だもんな。まあ一応ね、スキル14で若干軽めではあるけど、ほぼ全消去になったとしても連打はできない。スキルループはほぼないので、ちょっとやっぱ弱いね。エルサにはかなわないね。はい。ただまあちょっとスキル6までいったらね、どれぐらい強くなるのかわからないんですけども。はい。ちょっとね、今回はこの2つはコインね、だいぶ余裕ができたんで、引いていこうと思ってますんで。はい。ということで、とりあえず、スキル1のアイテムでやってみました。はい。ですね、先ほども言いましたが、同時進行でボックス開封動画も撮っておりますんで、後ほどね、明日とかになると思うんですけれども、ボックス開封の動画と、あとですね、この2つは一応スキルマックスに持っていこうと今思ってます。まあ、できた暁には、まあ、スキル1から6の比較だったり、スキル6のプレイ動画なんかも、まあ、できればね、上げていこうと思っておりますんで、ぜひチェックをよろしくお願いいたします。ということで、若干ね、
夜ってことでだいぶ遅くなってしまったんですけれども、今回ですね9月の5日イベントと同時に追加になりましたハニーレモン、そしてフレット、はい、プレイしてみました。この画像見てください。左側にわさびとゴーゴーが乗ってるっていうね、まあどう見てもね出そうだよね、新ツムね。ってことで第3弾わさびとゴーゴー出るんじゃないでしょうかね。まあそういったお話も前回の動画でお話しさせていただきましたんで、まあ一応ね、キャラの紹介なんかもしてますんで、はい、まだ見てない方はねぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。ってことで今日の動画は以上にしたいと思います。では次回の動画でお会いいたしましょう。ポミーヒルフィギュアでした。したっけ。